チャンネルをご覧の皆さん、はじめまして、北向美優です。ただいま、セカンド写真集 M 気の向くままにのイベントが終わったところでございます。足を運んでくださった皆さん、本当にありがとうございます。そしてですね、私のお気に入りのカットを紹介させていただきたいと思います。お気に入りのカットはですね、全カット自信を持っていいと言えるんですが、その中でもちょっとこう今回の作品のテーマがこう彼女感というか恋人っぽさなので、それを踏まえた上でのお気に入りカットはこちらになります。こちらよく見ていただくと、私がこう片手でハートのポーズをしてるんですけど、こう横にあなたというか、はい、彼氏さんだったり恋人の方がいて、一緒にハートを作るっていうのをこうちょっと考えて、カメラマンのヤニさんと行って撮ったので、ぜひ見てくださってる皆さんは私とハートを作ってる気持ちで見ていただけたらいいなと思います。はい、それではぜひ他のカットもいろいろ、この水着だったり違う衣装だったりで撮ってるので、ぜひ見ていただいて、いろいろな感想を教えていただけたら嬉しいです。では、北向美優でした。バイバーイ。私の人生の中では一番高かったですね。21年と半年ほど生きてきて、嫌です、絶対嫌です。だってその界隈というか中では安すぎるから、恥ずかしい、お恥ずかしい値段です。全然、はい、頑張って買ったぐらいです。ですね、数字で言うと250です。250の単位で言うと cc です。で、動作で言うとこうですね。あ、こうかな、あ、こうかですかね。やっちゃってますね。今年のでも夏前とかですかね。めちゃめちゃ最近です。もうビクビクしながら、気をつけながら乗ってます。あ、バイクです言ってなかった。ありがとうございます。ちょっとこれからはバイク的な、北向き的なのも見せていけたらなと思ってるんで、ぜひインスタのフォローをよろしくよろしくお願いします。頑張ります。撮影してるんですけど、ずっと笑いそうになるのと、ずっとどこまでをこう、なんていうんですかね、リアクションじゃないですけど、こうカメラとカメラマンさんとみたいな、こうどっちどっちみたいな。けどそれが、それすら楽しいですね。なかなかない楽しい時間です。旭化成のたくさんの魅力を皆さんに伝えていけるよう全力で頑張りたいと思っています。モデルや女優のお仕事にも挑戦し、私のいろいろな顔を皆さんに見てもらえるように頑張りたいと思います。撮影の方はどうぞご撮影くださいまして、よろしくお願いいたします。ちょっと本書いていただきますか。お願いします。ありがとう。はい、はい、女優のお仕事にも挑戦していきたいと思っていて、表現力をたくさん身につけて、見ている人に楽しんでもらえるような、そんな人になりたいです。目標にしている人は七尾さんで、その体型の維持に対するストイックさとか演技力とかも見習っていきたいと思っています。
初めまして、北向美優です。青森県出身の21歳です。小さい頃からバレーボールをやっていて、こう走るのとか運動は得意だったんですけど、大人になってから特に運動最近サボってたので、坂を登るのはちょっときつかったけど、まあ、楽しかったです。今日登った坂は大神坂っていう坂で、確かに走りたくなるような坂でした。ぜひ皆さん見てください。バイバイ。歳です。青森県出身です。好きなことは水族館に行くことです。特にイルカで、中で白イルカが大好きです。今日の坂は中池上2丁目の坂を走りました。住宅街の真ん中にある坂を走るのは楽しかったです。皆さんぜひ見てください。バイバイ。
おはようございます。今日はですね、モーターサイクリストさんの雑誌の撮影で福島県に来てます。もう見てわかる通り、今回乗らせていただくバイクはレーブルです。レブル 250S というホンダサンドバイクに乗らせていただきます。めちゃめちゃかっこいい。もともとレブルに乗りたくてバイクの免許取るぞってなったんで頑張ります。足湯に入りました。次はですね、ラジウム卵着いた。ラジウム卵食べます。ラジウム温泉卵、すごいこのトロトロ感。いただきます。ごちそうさまでした。取られてる。さらには柔らかいのが好きな方は収穫するのを先端の方から収穫して常温にできれば2日ぐらい置いてからっていうところで冷やした方がさらにいいです。一回常温にしてそこからまたさらに冷やす。桃狩りをちょっとしてきました。じゃーん、すごい人生初桃狩り。これが一番大きいです。今からパフェ食べます。梨、あ、梨じゃない、桃、桃パフェです。いただきます。うん、甘っ。めっちゃ甘い。驚きの甘さです。まあ、梨も来た。梨いただきます。梨に書いてもきたけど、梨だけでも十分。梨の方が甘い。水分がすごいですね、梨の。美味しい。桃の次は梨です。梨園、梨畑。こういう機械で向いてるんですよ。リサしていただきます。甘い。リアクションは大きめどうでした。嬉しい。いや、あ、ごめんなさい。やっと乗りますよ。レブルー、やったやった。超嬉しい。ここはなんだっけな、レイクライン、福島あずまレイクラインかな。レイクラインとやらを行きます。走行撮影開始。登ってきました。なんと道端に猿、お猿さんがいてちょっとびっくりしちゃいました。
すごい。はい、ついていきます。今日のメインディッシュ喜多方ラーメンへ向かいます。本日のメインディッシュ喜多方ラーメンライムさんに到着いたしました。梨食べてから何も食べてないので楽しみです。人生初喜多方ラーメンです。行ってきます。はい、先ほど人生初の喜多方ラーメン食べますと言いましたが、欲に負けて辛味噌ラーメンを頼みました。また喜多方ラーメン人生初は次の機会に撮っておきたいと思います。じゃじゃーん、辛味噌ラーメンミニチャーハン餃子10人前あ10個セットです。いっぱい食べます。おはようございます。2日目です。今日はこの昭和村の元旧小学校スタートで撮影しております。どんな紙面になるのか楽しみですね。2日目も頑張ります。今日もう帰っちゃうので福島堪能します。え、これお絵かきしていいんですかね。ダメなの、え、いいんですか。じゃーん、見つけに来てね。塔のへつりです。塔のへつり、これが塔です。自然と声でか、すみません響いちゃった。自然とできた塔、自然と石が塔のようにできたようにみたいな感じですね。2泊3日の福島旅が終わりました。とっても楽しかったです。モーターサイクリストさんって一つの県でいろんな見どころを紹介してくれるので、皆さんもぜひツーリング行く時とか、特に今10月11月ってなると一番のツーリング日和だと思いますので、ぜひ皆さんモーターサイクリストさんを見てツーリングの行き先などを決めてみてはいかがでしょうか。まあ10月号発売中なので皆さんぜひ見てください。動画も見てくれてありがとうございました。またねー。